選手リングに入場です。土曜日の午後、2400人のお客さんが入りました後楽園ホール。そのリング上赤コーナーからやってまいりましたのが、第42代日本バンタム級チャンピオン、19歳高橋尚人、阿部ジム。一方、青コーナーから上がってまいりました前チャンピオンです。今日この試合に勝ちますと2度目の返り咲き、3度目のタイトル獲得がなります今里光雄、今日はファイティングジムです。今日の両選手のウエイトでありますが、 53.3 キロ、117ポンド2分の1、ともにバンタム級のリミットを2分の1ポンド下回ってパスをしております。左側、赤いシャツを着ておりますのが阿部会長、76歳です。ただいまより日本バンタム級タイトルマッチ10回戦を行います。赤コーナー、日本バンタム級チャンピオン2分の1、阿部ジム所属、高橋尚人。デビュー以来負けを知りません。11戦して11勝7つの KO 勝ち。今日が12戦目、チャンピオンの高橋尚人。バンタム級3位、117ポンド2分の1、今日はファイティングジム所属、山里光雄。今日が33戦目です。小林さんのお話のようにキャリアでは上回っております。今里光雄25歳。ジャッジの内田さんと金谷さんが紹介されております。そしてこの試合分けるレフェリーが森田健さんです。高橋がデビューして2年4ヶ月、一方の今里は8年2ヶ月というキャリアです。キャリアが物を言うのか、それから若さに物を言わせるか。高橋尚人、東京調布市の出身、一方の今里は長崎県の諫早市の出身。阿部会長から念入りな注意が与えられまして、赤コーナーから出てまいりました。左に回っております。薄い銀ネズのトランクスをつけました。地味な色が好きだという高橋の意向を組みまして、阿部会長、そして奥さんの美代子さん、今日6月6日が70歳の誕生日を迎えるという美代子夫人と2人で選んだトランクス、そして、ボクシングシューズであります。一方の今里光雄、久しぶりの青コーナーからの登場ということで、トランクスを着込んで新調いたしました。自分はやっぱり昔から派手なことが好きだったんで、このところちょっと地味になっているのが気になりますという今里。派手好みの今里、左側、そしてチャンピオンは地味好みであります。何か年齢とは全く逆のパターンという感じがいたしますが、立ち上がりの滑り出し、左をカウンターします。前回2月1日のチャンピオンカーニバル、左側の今里がチャンピオンでした。挑戦者が高橋でした。1ラウンドに今里の右のフックが当たりました。この時には高橋不用意に、小林さん、はい、ちょっと接近したところに右のフックを うまく当てられましたね。ロングフックを食いましたけどもね、はい、まあそうダメじゃなかったですね、はい、この時には、まあ、それであの右のフックに対する一つの警戒心というものが高橋に生まれまして、それからはディフェンスを固めました。そして3回には終了間際に高橋の右の連打が当たりまして、あわやダウンシーンかという今里が腰を落とすシーンがありました。それが第5ラウンドの KO へとつながったわけでありまして、第5ラウンドに2度のダウンを奪って KO 勝ち、最後は左のフックでとどめを刺しております。新チャンピオンの高橋、今日が初防衛戦であります。小林さん、はい、滑り出しどういうふうにご覧になりますか。そうですね、非常に、ね、高橋リラックスしますね、はいはい、もうなんか余裕を持っているって感じですよね。そうですか、はい、ということは濱田さん、はい、前回素晴らしい KO 勝ちで勝っているという自信がそういったところにつながっているんでしょうかね。そうですね、この間よりもよく見てる感じしますね。あ、そうですか、はい、
これは避け方にしても余裕ある避け方ですから。余裕のある避け方、相当自信満々じゃないかなと思います。そうですか、はい。それと小林さん、はい、前回にそういう、まあ、素晴らしい KO で勝った高橋とですね、はい、もうなんていうか、屈辱的なダウンでね、KO されたというね、はい、今だとその心理状況ですね、今だとの方はどうでしょうかね。はい、そうですね、絶対おっと、あんなと左肩飛び込んだ、はい、まあ、これはね、今の分としても出足でもね、うん、出したいって気持ちあるでしょうけどもね、やはりこの若さでね、取ったっていうのは非常にすごい自信になるんですよね。この自信というのは非常に怖いんですよね。ですからこのよく相手を見てる今高橋君が余裕を持ってるって言ったことをね、うん、そういうところが現れてるんじゃないですかね。また左のジャブを突き出します。やはりこの左をどうかいくぐって攻め込むかというのが今日の今里の一つの大きなポイントになりそうであります。そうですね。第1ラウンド時間がありません。左の服がちょっと浅く当たったところで第1ラウンド終了、10対9と早くも高橋がワンポイントリードであります。赤くのが高橋直人、さあこのインターバルでは第2ラウンドを迎える高橋にどんなことを言っているんでしょうか。76歳の阿部幸四郎会長、自分も元ボクサーではあったけれども自分の果たせなかった夢をこの高橋に託しているんですという阿部会長であります。これまで阿部ジムでは昭和42年に、日本バンタム級の第22代のチャンピオンとして高木英吾を送り出しました。そして昭和46年には東洋バンタム級チャンピオン、金沢和義を送り出しておりますが、阿部会長としてはまだ世界へ、羽ばたいたという選手を送り出してはおりません。そういった意味でこの高橋への期待を非常に大きく抱いております。阿部幸四郎会長です。一方の今里光雄はファイティング原田さんが初めて作り上げた、自らの手で作り上げた日本チャンピオンでありました。昭和58年の4月に磯上周一、新東ジムの磯上に勝ちまして、初めてタイトルを取りました。左側の今里、4度防衛を果たした後5度目の防衛戦に失敗をいたしましたが、再度挑戦を果たしまして、一昨年の5月にグリーン津田の杉本浩一を破りまして返り咲いております。果たして今日2度目の返り咲きなるか、3度目のタイトル獲得なるか。25歳の今里光雄、対しまして19歳の高橋、まあ、こう見てますとね、はい、順位上がるのが楽しくてしょうがないという感じですね。高橋がチャンピオンね、はい、芦田さん、はい、チャンピオンコーナーですがね、はい、今井さん、安倍会長によりますと立ち上がりはまずまずだと、うん、で1ラウンド戻ってきてインターバルには左をもっと使っていけと、左を使って距離を取っていけ、これからですということを話してました。そうですか。とにかく安倍会長は左です。そして今日は膝と足をどういうふうに使うか、もうこれにつきますねということを試合前に言っておりました。その左をよく伸ばしています。芦田さん、はい、青コーナーの今里陣営です。原田会長はここまで見てまあまあであると、今里はリラックスしていると、はい、そして体をもっと動かして左を出して、そして右のボディ、うん、ボディのところを特に大きな声で言いました。ボディですね。そして顎を引くこと、はい、こういう注意を与えました。右から左、おーっと左を打つ、ダウンダウン、左のフック、アッパー気味のフックが当たりました。この試合最初のダウン。第2ラウンド波乱が起こるか。まだ1分あります。第2ラウンドまた1分あります。あっとまた左に行きました。さあここで今里が冷静さを取り戻すことができるかどうか。左、今里左、今里と陣営の作戦としてはボディから詰め上げて相手の動きを、おっと右、みんなショート、今里打ち返した。ちょっと足が触れついているのは今里、高橋見ている、みんなアッパー、今里が距離を詰める。インファイトの先方は得意です。今里ようやく落ち着いたか。ここで20秒を切る。第2ラウンド1回ダウンを奪われました。今度のトランクス君、今里激しい試合だ。あー右、この試合2度目のダウン、右のショートフック。さあ立ち上がれるか、立ち上がれますか。赤コーナーを見ました。赤コーナーを見ています。相手のコーナーを見ました今里。さあ試合再開、ダウン、いや、第2ラウンドが終了いたしました。このラウンド10対8、10対8と高橋がまたもこのラウンドをものにしております。金銭でもショートのフック、はい、これがものを言いましたね。いいですね。右のアッパーも出ます。アッパーの、はい、うん、
浜田さんどうですか、はい、このそうですね、高橋よく見てますね、今田君 の、 あのガードの下がったところよく見てると思います。ああそうですか、はい、もともと今田とは小林さんこの左のガードをね、はい、そうですね、下げてしまうというね、はい、ボクシングスタイルなんですよ ね、 そうですね、なかなかこれは治りませんね、はい、まあ、今回この試合に備えましてやはり左を上げて、ディフェンスをするということも十分練習はしたんでありますが、やはりどうしても左のジャブが出にくいということもありまして自然に下がっちゃうんじゃないですかということを本人は言っておりました。今日の試合前非常にリラックスしていたのは、今里の方であったんですが、試合展開としましては全く逆になりました。余裕を持って試合に臨んでおります高橋。小林さん、これと高橋 の、 あの状態の柔らかさですね。いいですね、あのウェイングとかね、打球非常に柔らかいですね、はい、今里は前回の試合でも左前回右さらに右青コーナーに追い込んだ。さあノーガードか、今里左のガードは下がっている。ドラマチックな KO 劇でありました。また一人世界に大きく羽ばたく高橋尚人の姿を印象付けました。ファイティング原田会長が心配そうにマウスピースを取り出しております。しかしね、あのコンビネーションのね、ショートパンチの素晴らしさ、なかなかこういったパンチ打てませんよね。認定賞が小島事務局長から贈られます。依然として大の字になったままの今里であります。この試合にかけておりました。しかしこの若い19歳の高橋の前に再びまたキャンバスの苦い味を舐めつられてしまいました。勝利者トロフィーが贈られております。表情一つ変えません。前回よりも何か喜びが小さいような感じがいたしますが、これはじっと内心髪殺しているのではないかと思います。3ラウンド1分34秒、高橋選手のノックアウト勝ちでございます。お聞きのように公式のノックアウトタイムが1分34秒、テクニカルノックアウトタイム、1分34秒であります。森田健レフェリーが倒れた瞬間に止めております。前回は5ラウンド、今日は第3ラウンドで、決着をつけました高橋に。それでは今井アナウンサーお願いします。はい、初防衛を見事にノックアウトで語りました高橋選手、おめでとうございます。どうも皆さんの上のおかげです、ありがとうございました。高橋選手ね、今日はあの初防衛ということで硬さもちょっとあったんじゃないかと心配してたんですが、ずいぶん落ち着いた試合内容でしたよ。いやちょっと相手のパンチ少しもらっちゃったからあまり良くないです。あ、やっぱりもらってましたか。あ、やっぱこの間と全然向こうも違う作戦できたから、やっぱ今田さんは強かったですまあそれにしてもね、今日のあの試合ぶりを見てますとね、何か初防衛という感じがしないでも自信満々の戦いぶりでしたが、いや挑戦者の気持ちでいけって言われてましたから会長に、挑戦その気持ちでいきました。ね、これからもあのどんどんこれは防衛記録伸ばせそうな感じで期待していいですね。はい、できる限り頑張ります。頑張ってくださいね。どうもおめでとうございました。おめでとうございました。初防衛を果たしました高橋尚人選手でした。この後高橋選手にはこの放送席に来てもらうことになっております。それではコマーシャルをどうぞ。